京也です。3月です。2月あっという間に過ぎちゃいました。ということで、はい、ということで久々に競輪やったいと思います。このギャンブルランブル、ギャンブルギャンブルランブルランブルランブル、まあうんぽさんのね、ギャンブルランブルの曲とともに、今回の総立てていたと思います。はい、今回は、前橋競輪ね、やっていきたいと思います。こちらです、前橋競輪第6レース。選手はこちら、西村豊選手で、原岡健太郎で、菱沼選手、まあ渡辺選手で、久保田選手で、勝谷勝也、勝ね、渡辺選手、まあ2人いるんだけどね。で、この選手が戦います。で、こちらライン予想はこちらの通りです。615、27、34の順番になると。で、まあ予想、西村は強い。そう、西村選手は強いですよ。差し込みだ、ペーっていくのが強い。で、菱沼選手と渡辺選手の、成績もだいぶ強いのであるかなと。まあ硬いですね、硬く。で、今回その結果を踏まえた上で、今回、まあ予想が出てるんでね、予想とライン予想と、まあ全部出てるんで、今回の予想はこちらです。予想、勝谷選手は前回のレースで、もう最後、まくりきれずに、後ろの人からもう 3人組だったんだけど、で、今回と多分一緒だから、もう押し込みで6。もう確実に6が頭はない。で、156または61、まあ516かな、押し切りで あったらいいかなと思って。で、43も34にするのも悩んだんだけど、ちょっとマークがあるから、いやーどうかなと思ったんですよ。で、今回、まず一番人気の341に100円、で413100円ね、146倍。夢あるね、うん。で、これ書き間違えたんですよ、すいません。5が1頭で、6番が完全に消える、516、まあ514で、まあ154も良かったんだけど、多分5刺すだろうと思って51をね。で、まあ勝谷選手が残るんなら、まあ5156割かなと思ったんですよ。で、あとはもう穴、まあこれが一番ダイアナね。で、24のワイドということで、この500円でいきたいと思います。まあ試合結果がね、まあ楽しみなんですけども、まあまだまだ夜だね、まだまだ夜なんで、まあその一番西村選手が一番強いのと、ね、勝谷選手がちょっといるのとか、ちょっといい感じで、この動画配信越しなんで、まあ動画越しなんですけども、京也チャンネルの方がなんと、チャンネル200人を突破いたしました。ありがとうございます。はい、花粉症です。はい、で、200人登録者ということで、皆様、本当にありがとうございます。これからも京也チャンネル、競輪も交えて、競輪のね、動画も交えて頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、で、またいろんな聖地の動画もやりたいんだけど、今コロナの影響でやっぱりこう外出できないのもそうなんですけど、まあ一番競輪の方が配信で見れるので、またそちらもまたご覧ください。では前橋競輪をこの動画の最後に載せていいかと思います。結果は果たしてどうなるのか。146倍、去年のあれの155倍には届かないけど、146倍を当たってほしい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。以上、京也でした。頑張りましょう、競輪。ちょうど2コーナーと1コーナーの真ん中の屋根のところをご覧いただいてまして、こちらに何かありますと、旗が掲げられます。全プロやった時は各選手会支部の旗が並んだんですけれども、後半戦になります。前橋競輪のミッドナイト競輪です。ここまで13か15、しかも1レース奇数番号は13、
偶数レースは1号で来ています。6レースどうでしょうか。前橋バンク5周です。 1700m で行われます。対戦メンバーです。1番は三重西村豊、2番千葉原岡大志郎、3番埼玉菱沼元気、4番栃木渡辺康則、5番滋賀久保田洋介、6番三重勝谷勝春、7番静岡渡辺和弘。以上7選手の対戦、4つ目の A級予選競争第5レース、第6レースです。2番の原岡大志郎が南関東のラインの先頭です。近況では4節続けて初日3連単に絡んでいます。そして3番の菱沼元気、人気の中心になりました。3番菱沼、前節の別府では3日間バックを取るレースでした。ライン3者になりましたのは6番の勝谷勝春です。縁起のいい名前です。6番の勝谷勝春、初前橋になりました。115期です。6レースが始まりました。内側の2人がゆるりと出ていく感じになりまして、2番原岡、1番の西村、2番原岡の方が外側から組み上げて誘導の後ろになります。南関東ラインが前段になりまして、中部近畿ライン、中近ラインが中段です。関東両者このまま行きますと後ろからになりそうです。その関東勢がどうやら3連単2車単ともまずは上位人気というところですけれども、1周回目の4コーナーに入ります。2番の原岡が誘導に追いつきつつありますので、7番の渡辺和弘上がってきました。そして1番西村の前に6番の勝谷が入ります。最初並びは2対3対2の形、前段が南関東、中段が中近ライン、そして関東ラインが後ろです。前を取りましたのは2番の原岡大志郎、去年の前橋11月でした。一緒に着1本上げています。マークには南関東で7番の渡辺和弘です。3番手が6番の勝谷勝春。マークには同じ三重、1番の西村豊。前節の名古屋は勝ち上がり確定番2本ありました。中近ライン3番手は5番の久保田洋介、そして後ろから上がってきました3番の菱沼元気。その菱沼元気のマークには今回2000回目のレースになります4番の渡辺康則。残り3周のところで関東勢が上がってきまして、6番の勝谷を抑えていきました。3番菱沼が青番標識のところで上がってきまして、中段に最初いました6番勝谷を抑えています。関東ラインが中近ラインを抑え続けて直線帰ってきました。残り2周で前受け2番原岡を抑えた3番の菱沼、そしてすかさず6番の勝谷がかましていきますが、これは3番の菱沼が出させません。6番の勝谷2番手のアウトコースまでは来たんですけれども、3番の菱沼が警戒しながらの走りになりまして、6番の勝谷はちょっと苦しい感じ、1番の西村ですけれども、4番の渡辺康則の後ろです。残りは1周です。対しまして前受けから南関東ラインは6、7人目の位置になりまして、最後のバックストレッチです。逃げていますのは3番菱沼です。4番の渡辺康則が2番手、1番の西村豊が3番手で、5番の久保田、そして2番の原岡、ようやく車を外に出しましたが、最後の直線3番菱沼、4番渡辺康則の追い込みが決まっています。4つ目の A 級予選競争第6レースです。3番菱沼が2周先行の形になりました。ではリプレイ見ましょう。その番手から4番渡辺康則、最後は直線抜け出しました。6番勝谷が3番菱沼を叩きに行ったんですけれども、これは3番の菱沼が抵抗しまして、6番の勝谷は交代、1番西村が4番渡辺康則の後ろに降りる格好になっての直線でした。4番渡辺康則が最後は先着、そして3番菱沼の外側から1番西村ハンドル投げで、どうでしょうか、この2着争い際どくなっています。外側が1番の西村、内側が3番菱沼です。この両者の2着争いになりました。413か431かです。4つ目の駅予選競争第6レース決定放送まで今しばらくお待ちください。差し目になるとこれはいいオッズが、前橋競輪第6レース決定、1着4番、2着1番、3着3番。前橋競輪第6レースの
払い戻し金をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番4番2380円、シャバン連勝単式4番1番6280円、3連勝複式1番3番4番510円、3連勝単式4番1番3番1万4600円。